松成英一郎被告は2021年福岡県うきは市の駐車場でお父の西村和俊さんを車で何度も引いて殺害し保険金を騙し取ったなどとされていますこれまでの裁判で松成被告は起訴内容を否認し無罪を主張していました昨日の論告休憩で検察側は被告は自動車事故を装って被害者を殺害し 保険代理店を営む家庭データ知識を悪用したなどと主張人の命を金に変える残忍かつ冷酷な犯行として無期懲役を求刑しました判決は今月28日に言い渡される予定です